はい、こんにちは、Q さんです。いつもありがとうございます。5月25日、こちら名古屋です。これから、いよいよ、大阪トークライブとなるわけですが、今日もね、こんな感じでもうめちゃくちゃいい天気ですよね。このベンツ旅トークライブも、もう完全に後半戦に入っておりまして、だん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 と、まあ、切なくなってくる感じなんですけれども、まあ、僕の旅自体は、これからもどん,どんどんどんやっていきますので、まだまだ人生は長いし、 どんどん面白くなるという頃ですね。名古屋トークライブなんですが、ちょっとね、いろいろね、まあ、ちょっとアフターでは知っている方と少し飯食ったりしたんですけども、その時にめちゃくちゃ面白い話とか聞かせてもらって、まあ、どこまで話していいか分からないんですけども、まあ、一言で言うとですね、世の中はやっぱりすげえことが起こってると。<laughs> 一つはテクノロジーの話なんですよね。まあ、最近 NVDA i i とか AI とかですね、 チャット GPT4O みたいな、もうドラえもんが登場してきたぞみたいなことも言っていると思うんですが、もうそんなことはもちろんベースとしてあるんですが、いや、これ人間っていうのはこれどこ、どうなってしまうんでしょうねという、これもちろんいい意味でですよ。で、そんな中で今回のテーマとしては、とりあえず1億円というふうになっています。で、1億円、まあ全然いけるじゃんっていう、そんな実感を今回のテミナーで得ていただきたいなと思うわけですが、ただやっぱり順番というのがあるわけですね。 で、今回の資料でもそのことは書いてるわけですけれども、で、この資料はですね、もともとはもう年収5億円という方とですね、10年ぐらい前にコラボをした時に使ったやつをちょっと僕なりに改変したものなんですよね。で、いずれにしても1億円に達成するためには、プロセスってのは必ずあるわけですよ。じゃあいきなりアファーメーションとかね、スピリチュアル魔法とか、そういうことで1億円いくかどうかで言ったら、 まあ、行く人いるかもしれませんけれども、必ずしも再現性があるというわけではないわけですね。でも僕が言ってるのは常に再現性という、まあ誰がやってもこうなりますよということを言いたいわけなんですよ。それが例えば目に見えない世界の話であったとしても、それは確実に存在するという、まあ僕自身がこれまでそれをね、スピリチュアルな目に見えない世界にアクセスすることで自分の願望を叶えてきたという事実がありますんで、まあだからといってみんながみんなというわけではないかもしれませんが、それでも再現できる部分、きちんと説明できる 部分きちんと理解して実践してそれを現実として落とし込める部分はあると思うわけですね、まあ、そういうことでいうとプロセスっていうのは3つないし4つあるわけですね、まあ、大きく3つなんですけどもまずは貯金の額なんですけども0から100万円これはもう自力でやるしかないわけですよ 自力でやるんですよ。例えばもう給料の一部を貯金に充てるとか、アルバイトをするとか、せどりメルカリで売るとかですね、ちょこちょこちょこっといろんな人のお手伝いをしては、 お金を貯めていくとか、とにかく自力で100万円を貯める必要があるわけですよ。まあ実際の話、まあどうでしょうね。この日本人の中で100万円というものを貯金として持ってる人、実はそんなに多くはないというデータもあるようです。いや、家のローンとか車のローンとかはとりあえず置いといてですね。 それはもうきちんと返せる額じゃないですか。まあだからといってですね、なんかめちゃくちゃすごいね、なんかさに借りてますとか、まあそういうのはまず生産しないといけないわけですけれども、まずは自力なんですよね。で、自力で100万円、それ僕自身も振り返ってみるとですね、独立した時は全然100万円いかなかったわけですよ。2005年に独立して、 なんとか100万円超えたのは2009年ぐらいなんですよね。実際の話。で、僕は36歳ぐらいの時ですよ。それでようやく100万円を貯めることができたわけですけども、ちょうどその頃僕も結婚していたりとかですね、長男が生まれていたりとか、まあ自分自身ももうちょっと自覚しないといけないなと思ってた時期だったんですけども、それもなんとか頑張って100万円貯めることができたわけですよ。もちろんその同時進行でスピリシアルもやってたんですけども、やっぱりもう自力で100万円貯めるというところ、え、それをね、 きちんと頑張った事実があるんですよね。で、そっから結構早かったですね。100万円いったら、その2年後には1000万超えてしまってるってことですよ。で、1000万超えたら、さらに早い段階で3000万超えて、そして1億っていう、まあ、そのプロセスとしてはですね、そうですね、17年ぐらいで0から1億になりました。じゃあそれをもって、いや、そんなにかかるんですかって思う人いるかもしれませんが、それはもう本当は罠なんですよね。 確実に勝てる戦があるとすれば、それは何度も言ってるんですけども、え、長期、え、そして積み立て、分散というですね、まあ、どっかで聞いたセリフかもしれません。まあ、投資信託でよく言われるものですよね。長期的にやらないと意味がないわけですよ。例えば今回ですね、新ニーサーというのが始まって、投資を始めた人もいると思います。人気な商品をですね、言われるまに、例えばオールカントリーとかですね、サンピー500とか、そういうのを買って、で、4月にやりました。ただ、すごい下がってしまったと。うわ、あの先じ とかね、一回はそこらの取引で結果を、ね、求めてしまうっていうのが人にこそですね、ワンゃんも短期間で。 で、も分散とかじゃなくて、もうこれだけ集中して、言うこと聞いとけばいいですよ、みたいな。それで、例えば何百万か預けて、そのまま持っていかれるみたいな、いわゆる詐欺っていうものがですね、まあ横行してるわけですね。そういうのに引っかかりやすいという人は、とにかくね、もう短期間短期間なんですね。じゃあ僕自身で言うと、まあ1億達するまでに十数年はかかりましたが、でも、月収100万円とか割と早い段階に行ったかもしれませんし、少なくとも困ってないんですよね。欲しいものとか、ほぼほぼ手に入るし、 で、もうが旅好きですけども、行きたいところ大体行けてるわけですね。別に1億円とか3億円、10億円というここだわってなくて、それはあくまで結果論なんですね。自分自身がやりたいことをできてるっていう状態が一番のお金持ちじゃないかなと思うわけです。まあ、いずれにしてもですね、その初期の段階では自力が大切なわけですよ。じゃあ100万円いきました。で、その次に他力をね、利用するわけですね。他力、例えば今言った投資信託もそうですし、あとスピリチュアルアファーメーションっていうのもね、かなりかなり効果的ですよ。 私は常に自由です。私は常に豊かです。私には全ての望みを叶える力があります。だから私はあり余がらたくさんのお金を持っていますっていうのは、かなりロジカルでよくできたアファーメーションだなと思っているわけですが、それを本当に唱えるだけでですね、 現実がガラガラガラと変わっていくってのは、まあ、これも僕自身の経験と言ってしまえばそうかもしれませんが、でも同時に僕のセミナーに参加してくれている方とかですね、この YouTube を見ていただいている方の中では、それを実感している人も多いんじゃないでしょうか。そういう、例えば投資信託っていうのはね、まさに他力ですよ。ファンドマネージャーと言われている投資金融のプロの人が損しないように、例えばインデックスファンドであればですね、S&P500 とか、そういう指標に基づいてキチキチキチ,キチとやってくれてるわけなんですよ。そこから大きく外れるってことはないわけですね。もちろんそこから 大きってるるアクティブファンドってもうもの存在すだけども、まあ、あまりそういうこと考えずに、もう、たりき、もう、たり本願でいいよみたいなところで言うと、インデックスファンドっていうのは、かなり優れものかなと思います。実際、2年3年やってると、わっと、これ2倍にもなってるじゃんみたいなことが、割と普通にあるわけです。だから、実際、まあ、新ニーサまあ、旧ニーサから含めてですね、インデックスファンドをやっているっていう方、もう皆さんはそうだよな、そうだね。それでね、長期でやって損する こことととははまああ今の現状ででりえないいうすねもちろん、リーマンショックみたいな不足の事態というのは、まあこれからも存在する可能性はないことはないんですけども、それでも待っていると、2、3年待っていると、必ず回復するっていうのが、まあ歴史の事実っていうことですよね。もしそのままガーって僕で脱落していくようなことがあれば、それはもう世界とか地球がそのまま没落していくいうことですよだけど僕は、事実としてね、もちろん実感としてもそうですけども、どんどん良くなるっていうことを、もうそれはもう、絶対絶対絶対なわけですよ。もし隕石が落ちてきてね、地球が終わるってことであれば、 は、それはそれでね。この人類史の終わりに立ち会えるっていうのはまあ、それはもう,もう光栄じゃないかなと思う部分もあるわけですよ。実際、本当ね。地球がね。真っ二つになるような隕石が降ってくるとするじゃないですか。そしたもう人類とかも。その地球全体がもう終わりじゃないですか。でもそれがもしね。分かっているんであれば、あ,あま。それで人類の終焉をですね。 こうやって迎えることができるんだなと、寂しいけど、ちょっと感慨深いなと、人類が誕生して500万年とか言われますけれども、その間いろんなことがあったけども、こうやって高度に高度に高度に,高度に文明が発達して、そうやって神様は、まあ、こういう、ま、審判というか、それはいいとか悪いとかじゃなくて、一旦この宇宙の歴史の中で、この人類というものを一つ決着つけるんだなとかを、その瞬間立ち会えてよかったなぐらいに僕は思ってるわけなんですけども、変に恐れる必要はないわけですね。でいずれにしてもですね、そうでない限りは、どんどんよく なるっていう事実があるわけですよそれはテクノロジーの面でもそうですしもちろん経済の面でもそうですじゃあそのどんどん良くなるっていう実際のインデックス指標に乗っかった投資人格ってのが実は存在するわけですよそれ完全に足り引きできるわけですね。でそうやってだんだん増やしておくとあなんか300万あか1000万とかいくわけですよで3000万ぐらいまでいったら次は宇宙売りってものを 活用するわけですね。で、宇宙歴って何かあったら、もう遊んでたらいいということです。僕は自身ね、やっぱり3000万くらい通うあたりから、いや、もう全然、もう全然、本当今もそうなんですまあ、一貫して僕の場合そうかもしれませんけども、まあ、好き勝手ですよね。ベン使ってガー乗りましてさ、これ正直言いますけどね、結構羨ましいと思ってる方多いんじゃないでしょうか。まあ、自転車もそうですよね。自転車で、まあ、結構きついかもしれませんけども、まあ、自転車でね、この全国回って47都道府県、まあ、時には韓国とかニュージーランドとかですね、ヨーロッパとか、そんな回りながら、それでトークライブして、それが実際の仕事 仕事になるとその仕事もですねまう、あ、1回回るだけでまあ今回もそうなんですけどもサラリーマンの年収以上分がですね簡単に入ってしまうということですね正直羨ましいと思うかもしれませんがでもそれは宇宙力自力があってた力があってそしていわゆる宇宙力っていうものをね活用する段階に到達したからこそなわけですねでもスピリチュアル好きな方の中ではですねまずは宇宙力とか言ってなんかふわ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 してそして自滅する方がいらっしゃいますで前田夏実さんという方ね実はちょっと大阪でお会いしますあ これちょっと言っておきますね。6月の15日は名古屋で、16日は東京で、前田夏美さんとコラボをします。もう一回言います。6月の15日は名古屋、16日は東京。 いずれもお昼の時間帯なんですが、前田夏美さんとコラボトークライブをします。で、まだ募集開始しておりません。結構 LINE とかメールで問い合わせがあるわけですね。前田夏美さんとのコラボすると言われてますけども、もう募集してますでしょうかもう満席でしょうかえ、問い合わせあるんですけれども、まだしてません。6月1日ぐらいからね、まずは LINE でね。 募集したいと思いますんで、まあよかったらご登録して待っていただけるといいかなと思います。まあ今回どれぐらいの方が来られるかわかりませんけども、もかなりね、やっぱりその話を聞いてみたいみたいなことを言ってる人多いんで、まあお急ぎいただきたいなとは思うんですが、まだですね。まだなんですよ。てからです。で、その前田夏美さんが、まさにその自力、他力、宇宙力ってトの話をされるわけですね。で、僕自身がその一つ体操でエクササイズがあるわけですよ。それ何かって言ったら、まず自力は左手を前に差し出す。こうやってね。で、他力が、 右手を上に重ねると、でクイックして、ぐーっと蜂の字で回すという、これ宇宙力っていうんですね。自力、他力、クイック、宇宙力というですね。 ま、その辺のやり方は、実際に聞かれるのがいいと思います。僕も、中途半端にここで伝えてですね、いや、これ違いますよって、これ、ちょっと間違ったらね、あの、逆効果なことありますんで、みたいなこともちょっと聞いたんで、それは実際に聞いていきたいと思いますけれども、で、僕自身がですね、それなんかでずっとやっていたら、もう体もすごい柔らかくなるし、まあ、例えば逆合唱みたいなね、ちょっと今ちょっとね、逆合唱ってね、これできるようになったんですよ。まあ、これができたらね、 宇宙と繋がるという、ま、ほんまかどうかわかりませんけども。まあ、でもそう言って、体が柔らかいに越したことはないと思いますんで、それをやってみると本当ね、今ちょっとやるだけでもうすぐね、汗かくわけですよ。もう代謝も良くなるでしょ。で、これほんと、自力、足力、宇宙力っていうね、これはもう今回の、まあ、セミナーのね、とりあえず1億円にも、ものすごく通じる考え方だから、まあ、やっぱりベース、自力、足力、宇宙力というところでですね、 とりあえず1億円ね、走っていきたいなぁと思うわけですよ。いや、これほんとそうだなというところです。なので、まあ、そのお金の話まとめますと、100万円までは自力でやりましょう。で、100万円超えたら、他力を利用していいと思いますよって、まあ、投資信託なんかもそうですし、あとアファーメーションなんかもフルに活用していいと思います。で、それったえどん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 他力を使っていくとですね、もうある時点、例えば貯金で言うと3000万超えたあたりから、 もう何年もね、遊んでたらいいというフェーズに入るんですよ。で、遊んでるとね、どんどんどんお金が入ってくるんですよね。だから僕も好き勝手、好き勝手、好き勝手やってますけども、お金減ることないわけですよ。それどころかね、うわっと、あという感じで増えていってる。まさに宇宙力につながったという、それが本当に具体的にメソッドとしてお伝えできるような状況になったじゃないかなと思います。えー、というわけで,ですね。まあ今から大阪。 行っていきたいと思いますけども。まあ、だんだん最後の方ね、四国とか、ね、あの、山口とかになてっていって、切なくなってくるわけですけども。まあ、その間ね、僕はまだ、いろいろ執筆とかにね、集中していきたいと思います。で、山口ね、これ岩国でやるんですが、あの、それ飲み会とかね、ちょっとしたいなと思ってますんで、もしお近くの方いらっしゃったら、まあ、そこで結構濃いね、昨日もね、めちゃくちゃいい話聞いたんで、まあ、そういうのあんまり YouTube で話しすことができないようなこともあるかもしれませんけど、まあまあまあ、まあまあまあ、ということで、ね、あの、楽しみに、 しておりますので、6月もね、ブーブー,ブーブーっといきますんで、引き続き、あの、どうぞよろしくお願いしますいうことで。自力、他力、宇宙力、<laughs> ありがとうございました。